アム4-6101は世界初のガスタービン電気機関車である。1938年にブラウン・ボベリ社によってスイス連邦鉄道向けに製造され、非電化路線の実験サービスに使用された。BBC は1938年に電気エネルギーを生産するためのガスタービン発電機セットを初めて製造した。 ヌーシャテル氏の地下バンカーの 4000kW の電力を供給する非常用電源も同じ技術に基づいて構築された。BBC はガスタービンを使用して機関車に動力を供給することが理にかなっているかどうかを評価し、全6 2 0 k w の出力を持つガスタービン電気機関車をスイス連邦鉄道に提案した。SBBCFFFFS は いくつかの条件下で提案を受け入れる準備ができていたためガスタービン技術を鉄道に適用することを試みる可能性を提供した6軸の機関車のコンセプトは 1620kW 以上の牽引力のアプリケーションを許可しなかった最高速度は時速 110km に設定された重量は92トンを超えてはならずこの条件が満たせない場合 SBBCFFFFS は、試運転も拒否する。一方、SBBCFFFFS は、完成時に、機関車を使用する義務があった。スイスロコモティブマシンワークスが、機械部品を製造している間、プロジェクトは BBC が主導し、資金を提供した。この機関車は、ガスタービンに直接関連しない、コンポーネントの故障がプロジェクトを危険にさらすことを、 回避するために可能な限り既存の技術に基づいて作られた。従来のディーゼルエンジンとの組み合わせで信頼性があり、車軸配置と動輪の軸重ため電気式が選択された。これはディーゼルエンジンや蒸気機関に比べてパワーアウェイトレシオがはるかに高いため重要な側面であった。可能な代替案として油圧トランスミッションもあったが、 当時まだこの技術は約3 0 0ット以上のパワーに対応できるとは考えられていなかった。タービンは空気圧縮機燃焼室タービン本体で構成されていた。空気圧縮機は約4 5 0 0ットを必要としから中負荷まで着実に上昇することが分かった。高負荷で最高に達し、そして再び最大出力に向けて加工する。 これらの数値に電力伝送の損失は含まれていない。これは従来のディーゼルエンジンと比較して低く、この技術の幅広い採用を妨げた主な理由の一つである。最初に電池の助けによって補助ディーゼルエンジンが始動する。このエンジンは発電機に接続され、発電機はタービンを始動するための電力を供給する。タービンは付属の発電機をモーターとして使用して、 回転速度を上げる。このプロセスには約4分かかった。次にタービンに点火して単独で稼働させる。タービンの回転が加速している間、補助ディーゼルエンジンによって生成される電気により 10km 毎時の低い速度で列車の前に機関車を連結するために運転することができる。さらに4分後、機関車が運行中の状況でタービンはアイドル速度に達した。 パワー出力を上げるために、運転士がパワーコントローラーを回すことで以下の現象が起きる。負荷が低く、噴射される燃料が多いため、回転速度が増加し、ある時点でタービンが目標速度に達し、負荷が再び初毛のレベルまで増加して、タービンの出力と牽引モーターに必要な出力との間の新しい平行に到達する。負荷を軽減するためには、 以上の逆のプロセスが行われる。長い下り坂では摩耗して加熱する傾向があるため、エアブレーキを使用しないようにするために、別のブレーキシステムが望ましい。タービンのコンプレッサーは4 5 0 0ットを必要とするので、タービンがそれ以上出力を生成しないように、燃焼室へのオイル供給を停止することにより、牽引モーターによって生成された電気を熱に、 変換するために使用することが計画された。必要なインストールが行われたかどうかは不明である。エンジニアがタービンの出力を上げるのが遅すぎた場合、タービンの回転速度が十分に速く上昇せず、燃料が多すぎてタービンが加熱する可能性がある。温度が高すぎることが警告灯によって運転手に示された。 彼が負荷を下げなかった場合、燃料供給は温度がさらに摂氏30度上昇した後にカットされた。また、ケーブルやヒューズの破損によりタービンからの負荷が突然遮断され、回転数が急激に上昇して、超速機では補正できない可能性もある。この場合、安全装置がタービンへの空気供給を減少させ、冷気の欠如により燃焼室内の温度が上昇し、 それによりタービンの停止につながる。燃焼室も監視された。温度が低くなりすぎた場合、コントローラーがオイルに再度点火して5秒間失敗するとオイルの供給を停止する。タービンを制御するロジックはオイルを使用して実装された。すべての入力はオイルサイクルに取り付けられたバルブまたはポンプであり、アクチュエーターが必要な規制を行うように、 オイルの流れに影響を与えた。機関車は1958年まで使用された。1958年には新しい電気システムの実験用に再構築された。比較的非効率で1958年までに SBBCFFFFS ネットワークに非電化ラインがなくなったため量産はされなかった。機関車はクラス01蒸気エンジンの代替品としてドイツで テストされた。フランスでも同様のテストが行われた。ありがとうございます。